うん様、うん様、撮影しに行こうと思うんだけど、一緒に行かない？海の近く、茅ヶ崎だよ。海見れるよ。春の陽気に負けてます。うん様、バイク、絶版車見れるんだけど。バイクに興味ないです。昔はどこにでもついてきてくれたのにな。まあ、最近ね、ショート動画毎日投稿して疲れてるから。疲れちゃってるから。皆様今日休んでいただいて。僕一人で行ってきますね。お土産をお願いします。お土産買ってきます。ビジュちゃん。うん、ビジュちゃん行ってくるね。おかえり番のきパン。バンディです。冒頭にありました通りですね。今日は僕一人で、絶版のバイクばっかり置いてるお店が、開店したということで、そこをね、見学しに行ってまいります。バイクのことなんでね、妻がこんな感じになってしまうことは想像ついていたんですけれども、ついてきてたのにな、昔は、みたいなこと言ってましたけど、実はそうでもないかったかな、とかって思ったりして、特にこういうバイク、車関係に関しては、一人でこうやって向かうことも少なくはなかったと。まあね、このね、フォレスター、まあ、妻の車っていう名目で借りたフォレスターですけど、運転するのっていうのは僕は本当楽しいんで、楽しくドライブしながらっていう感じですね。今日はね、バイク見れるっていうことで、バイクに乗ったウロコインコの T シャツも着てきました。楽しみです。茅ヶ崎です。向かいます。ただいま圏央道を南下しております。今日バンディさんが招待されたのは3月21日オープンバイク王茅ヶ崎絶版車館。この日はメディア向けのオープニングセレモニーと内覧会、試乗会が開催されていました。ちなみに頑張って背伸びをしている彼はチャンネル隊長の隊長、夫婦で参加していました。趣味が一緒の夫婦、羨ましいね。この新店舗のコンセプトはカエルミュージアム、見て触って音を感じ欲しければ買えるとのこと。とても珍しいバイクが見事にディスプレイされていて、まさにミュージアムだけど動くし買えるんです。正直バイクにそこまで詳しくないバンディさんですが、珍しいバイクをたくさん見てとっても楽しく過ごせる空間だったようです。デートスポットとしてもありですね。展示車両は一定期間で入れ替わるそうなので、何度来ても新しい出会いがあるとのことです。バイクはそんなに詳しくないと言っておきながら、ちゃっかりサインを置かせてもらうことになりました。若干書き損じ気味ですが、紛れもなくバンディのサインでございます。バンディさんのステッカーはうまいラーメン屋っぽい。そうなんや、ね、そうなんや。 T シャツもこれでやったらみんなそういうの置かせてもらいます。やったー。もしよろしければご来店ついでにサインを確認していただければと思います。バイクを出た。内覧会の後、実際に試乗できるバイクを見せてもらい、どれに乗るかを決めます。試乗できる車両は川崎 Z1、 スズキ GSX1100S 刀、ヤマハ RZ350、 ホンダ NSR250R SE。 どの車両も乗るのに緊張しちゃうようなレアな名車ばかりです。バンディが試乗するのはホンダ NSR250R SE に決定。どれも乗ってみたかったみたいですが、決め手は映像映え。レーサーレプリカという異色さも際立ち、こちらにしたようです。カードキーがかっこいいですね。タンクパッドは分厚め。キックスターター式です。試乗中にエンストしたら大変です。かかった。素晴らしい。なんと一発でかかりました。ちなみに隊長は Z1 に試乗、一緒に行きます。低いから乗りやすいかも。うわーすげえなこれ。ブレーキめっちゃ効く。うわ楽しい。なんだろう、このいい意味でおもちゃ感があるというか。
なんか操作してるか、まあ、前もね、鉄板車乗ってる時そんなこと言ってましたけど、あ、エンストした。あ、怖い。ちょっとはぐれてしまった。ちゃんとエストした。あれだ、手にかかる体重が多い。めちゃめちゃ手のひら痛くなってきた。やっぱ前のめりだからか。あれ、シャカシャカ。クラッチを握ってる時のシャカシャカ音がビビる。クラッチ握ってるとずっとシャカシャカ言うから、シャカシャカ言わしたくなくて。加速すげえ。結構しっかりニーグリップすれば手の負担が少ないわ。坂道発進、坂道発進。重いからな。あ、帰ってきた、帰ってきたよ。坂道走りえぐいって。マジ怖かった。いや、めっちゃ楽しかった俺。これが何であるかすごいよく分かった。あの、やっぱこうなるから、ここにばっかり体重かかっちゃうから、もっとここに体重かけてあげないとしんどくなってくる。ここがすごい、これが助かった。おちんガード、おちんガードが見てくれない方。あ、バンディさんの、俺のバンディさんの方、おちん型ができた。一回エンストこいたけどね。めっちゃすごい。マジバンディさんエンストしてさ、バイバイバンディ行っちゃうんだもん。めっちゃ楽しかったな。大変貴重な体験ができました。バイクを茅ヶ崎絶版車館さん、ありがとうございました。気になった方は概要欄に URL があります。ぜひチェックして行ってみてください。バンジーさん、お土産は？お土産ありがとう。楽しかった。よかったね。チャンネル隊長がいた。二人で厚木パーキングエリアで買ってきたお土産です。何でしょうか？これは私が食べたくて買った富士宮焼きそばです。あ、意外とカロリーが低いチョコです。 ありがとう。桜そば、おー、美味しいやつだ。高級梅干し、あ、いいね、食べたい。蘇我の梅干し、かわいいハンドクリーム。かわいいじゃん。ありがとうございます。十分僕は楽しませていただいたので、皆様はこちらで楽しんでください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録をお待ちしております。お待ちしてます。それでは皆さん、また次の番組でお会いしましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。